バンドアルビオンクリスマスバンドとしても知られているイギリスのフォークロックバンドで元々はミュージシャンのアシュリー・ハッチングスが率いていた一般的にこのジャンルで最も重要なグループの一つと考えられておりその長く柔道的な歴史の中で多くの主要なイギリスのフォーク演奏家を含んでいたり関連していたりしたバンドの歴史における一つの普遍の要素は 他の二つの卓越した英国のフォークロックグループであるフェアポートコンベンションとスティーライスパンの創設メンバーでもあるバンドリーダーのアシュリー・ハッチングスであり彼の長年にわたる非常に生産的なにおけるプロジェクトのほとんどの拠点となっているが2011年にバンドのリーダーを息子のブレア・ダンロップに譲り渡したハッチングスは1971年4月に 当時の妻で歌手のシャーリー・コリンズのアルバムのローゼーズで共演するためにバンドを結成した。フェアポートコンベンションのデイブ・マタックス、リチャード・トンプソン、サイモン・ニコルのほか、ウォーターソンズのラルト・マイク・ウォーターソン、マディ・プライヤーなどの著名な25人がバックミュージシャンとして参加していた。短いツアーにはコアメンバーにリチャード・トンプソンと、その当時の妻であるリンダ・トンプソンが参加した。 ジョン・カーク・パトリック、リチャード・トンプソン、デイブ・マタックスなど、ハッチングスと共に、プロジェクト、モリス・オンに貢献したメンバーもおり、アルバムのジャケットには彼らの名前がずらりと並んでいる。ハッチングスはこれらのミュージシャンから常設のバンドを作りたいと考えており、最初の試みとして、ロイストン、ウッド、スティーブ・アシュリー、スードラハイムをメンバーに加えたが、グループはうまく機能せず、 マーティン・カーシー、ジョン・カーク・パトリック、スー・ハリス、ロジャース・ワロー、サイモン・ニコルを第二のバンドに迎え入れた。バンドは壊れやすく1973年8月に解散したが、1976年にアイランドレコードからバトル・オブ・ザ・フィールドというタイトルのアルバムがリリースされた。このラインナップで録音された他の素材は、 あとの CDBBC セッションズに収録されている。1974年から1975年にかけてハッチングスはアルビオンの名を捨て、妻のシャーリー・コリンズとエッティンガムスチームバンドを結成することに専念した。しかし1976年に伝統的なダンスミュージックを演奏することを目的とした新しいアルビオンバンドを結成した。サイモン・ニコル。 グリフォンのグレアム・テイラー、古楽奏者のフィル・ピケットとジョン・ソ・スコット、フィドル奏者のリック・サンダース、そしてフォークミュージックの中でも最も特徴的で高く評価されているボーカリストの一人であるジョン・タムスを含む巨大で不安定なメンバーで構成されていた。その結果がアルビオンダンスバンドの名の下でトラディショナルをベースにした楽器に満ちたアルバムザ、プロスペクト・ビフォー・アスだった。 1978年、彼らはバンド名をアルビオンバンドに短縮し、タムスの指揮の下、バンドの長い歴史の中で最高のアルバムとされる、ライズ・アップライク・ザ・サンを発表した。バンドは1977年のテレビ番組、ヒア・ウィー・カム o イコール・ y ッセリングに参加し、1978年から1978年にかけて劇作家。 キース・デューハーストと共同で、イギリスの作家フローラ、トンプソンのラーク・ライズ・ツー・キャンドル・ファードを舞台化し、1980年にアルバムとしてリリースした。この時点でバンドはおそらくメインストリームでの知名度が最高潮に達しており、BBC アリーナのドキュメンタリー番組で彼らの作品が紹介されている。ハッチングスは演劇の可能性を追求することに興味を持っていたが、 バンドの多くのメンバーは、ツアーやレコーディングを希望していたため、評論家の評価にもかかわらず、このラインナップは解散してしまった。タムス、テイラー、グレゴリーは、バンドホームサービスの中核を形成した。この時期のライブ音源は、ソングズ・フロム・ザ・ショーズとザ・ガブナー、ボリュームズ1から4に収録されている。ハッチングスは残っていた元フェアポーターズのニッコルと、 マタックスを中心にバンドを再結成した。コックブルの3人のメンバーを加え、初めてこのレコードからこの時代のほとんどの録音を特徴づけるオイスターバンドのキャシーレ・サーフをリードボーカリストとして起用した。この比較的安定した時期のベストアルバムは、ほとんどの曲がオリジナル曲であるライト・シャイニングであろう。しかし、このアルバムの評判は、ハッチングスが カナダのフォークシンガー、スタン・ロジャースの、ノースウェストパッセージから最高の曲の一つである、ウルフを投与したとの非難によって損なわれた。その後、シャッフルオフが続いた後で、ニコルとマタックは、フェアポートコンベンションを改革するために脱退した。ギター、バイオリン、ボーカルのフィルビアーとドラムスのトレバー・フォスターが加わり、アンダー・ザ・ローズ・ A クリスマスプレゼント r e s e n t From t h ザワイルドサイドオブタウンと続き、最後の作品は、クリス・ベインズによるゴブ構成の BBC テレビシリーズを元にしたものだった。1987年のステラ・マリスのリリースに、先立ってマーティン・ベルがバイオリンで参加したことで、ラインナップに変化が生まれた。その後、マーティン・ベルとキャシーでサーフが脱退し、サイモン・ケアとジョン・シェパードが加わった。これは、 バンド史上最も安定したラインナップであり、3枚のアルバムが制作された、I Got New Shoes, Give Me, A Saddle and i l l Trade You, A Car, そして1990年に1990がリリースされた。1990年にはシンガーソングライターでインストゥルメンタル奏者のジュリー・マ・シューズが参加したが、ツアーは行ったものの、1993年に、 彼女が脱退するまでアルバムを制作することはなかった。このメンバーによるセッションのいくつかは1995年にキャプチャードとして表に出ることになった。トレバンホスターとフィルビアーが脱退し、一時的にアコースティックギタリストのキース・ヒンチリーフが参加することで電気楽器から離れる方向にシフトした。1993年、ハッチングスはこの流れに従うことを決意し、自分自身、 ジュリー・マシューズの後任であるクリス・ワイル、オリジナルメンバーのサイモン・ニコル、バイオリンのアシュリー・リードからなる小さな4ピースユニットへとバンドを変えることにした。これにより、彼らは小さなフォークククラブ、パブ、大学の会場で演奏できるようになり、バンドに全く新しい方向性を与え、今ではベスニール・セン・チャップマンやスティーブ・ナイトレイのような現代のソングライターやワイルや ハッチングスといった内部の作曲の才能を利用できるようになった。この時期の最初のスタジオアルバムオクスティシティは、リードのエネルギッシュな演奏に助けられ、より生き生きとした現代的な雰囲気を持っていた。1995年にリードが脱退し、マシューズがボーカル、楽器演奏、ソングライティングの才能を加えるためにバンドに戻ってきた。 その結果生まれたアルバムアルビオンハートはこの後期の最良の一枚とみなされ、ワイルド・マッシューズの長く生産的なパートナーシップの始まりとなった。このアルバムでは珍しく伝統的なフォーク楽器を使用しておらず、この時代の最後の録音となるデミ・パラダイスに参加させるべく4人はすぐにバイオリニスト兼マンドリン奏者のクリス・レスリーを加え、その後レスリーは フェアポートコンベンションに加わるために脱退し、ワイルとマシューズもソロと共同プロジェクトのために脱退した。この時代のライブパフォーマンスは、オクスティシティ・オンツアーとアルビオン・ハート・オンツアーとしてリリースされている。フルバンドの最後の段階では、より伝統的なロックフォーマットへの回帰と2世代のミュージシャンの統合に基づいている。ハッチングスは経験豊富なギタリストで、 ライターでもある、ケン・ニコルを呼び寄せ、フィドルに、ジョー・ブロートン、ドラムスに、ニール・マーシャルを加えた。女性ボーカルはこの時代の最初のスタジオアルバム、ハッピー・アクシデントに、ゲストとして参加したケディ・ワイルとジリー・ニコルズが、担当した。ジリー・ニコルズは2枚目のアルバム、Before Us s t a n d タ Yesterday で、フルメンバーとして参加していたが、同年のザ・クリスマスアルバムと最後の、 スタジオプロジェクトとなったロードムービーズのレコーディングでケリー・ワイルと交代した。ケン・ニコルが脱退し、ピート・ゾーンが公認となるが、適切な規模の会場を見つけるのが難しくなってきたため、2002年にバンドは活動を休止することになった。1999年のアルバムリジ・ライダーズでは元メンバーとの再会も果たしている。ハッチングスは 他のプロジェクトを追求し続けていたが、2005年にアルビオンバンドをアコースティックフォーマットで復活させ、季節ごとのツアーに参加することで、通常であれば簡単に埋まってしまう、小規模な会場での演奏を可能にした。ラインナップは、サイモン・ニコル、ケリー・ワイル、マルチ・インストゥルメンタリストのサイモン・ケアを中心に構成されている。その結果、さらにアン・アルビオン・クリスマス、 ウィンター・ソングズ、スノー・オン・スノーという3枚のシーズンアルバムがリリースされた。4枚目のアルバムトラディショナルは前3作からの楽曲を収録したコンピレーションであり、語りの録音は含まれていない。2011年7月、ハッチングスはアルビオンバンドの再結成を発表したが、初めて彼自身はメンバーに入っていなかった。その代わりに彼は息子のギタリストで、 シンガーのブレアダン・ロップにバトンを渡した。この新しいラインナップには、アルビオンバンドの初期のバージョンを反映した様々なバックグラウンドを持つ現在のフォークパフォーマーが多数参加している。これらのメンバーには、フォークショーにノミネートされたカトリオナ・ナギルゴアがフィドルとボーカル、ボーカル、コンチェルティーナ奏者、ギタリストのギャビン・ダベンポートが含まれている。ドラムには、トム・ライト、 ベースにはバンド史上二人目のベーシスト、ティム・イエーツ、リードギタリストには新人のベンジャミントロットが参加している。2011年には自身のレーベルから EP ファイティングルーム、2012年には初のスタジオアルバム Vice of the People をリリースしている。2014年1月10日、ダンロップはメンバーが個々のプロジェクトを追求できるようにするために現在の姿で 友好的にバンドを解散することを発表した。彼は手紙の中で将来的には間違いなく一緒に活動していくと述べている。死亡したメンバーも含まれる。ありがとうございます。